こんにちは、ミニコです。階段が多い地下鉄の入り口はちょっと大変です。ここ北四番町駅を降りて、セブンイレブンから右に曲がります。少し歩くとフォーラムさんですね。こちらをまた通り過ぎていきます。そしてこちら。 ちなみに、美術さんのうは、子持ちのうになります。では、入ります。店内はこんな感じで、落ち着いたインテリアです。男性の一人様客もいらっしゃってて、男性の方にもおすすめのカフェになっています。では、メニューを見ていきたいと思います。 ドリンク類からもメニューたくさんありますねホームページにもメニューが細かく載っていたのでもし見づらかったら概要欄にホームページの URL を貼っておきましたのでそちらも参考にされてみてくださいそしてワッフルワッフルもすごい種類がたくさんあってパンケーキもめっちゃ めちゃくちゃ美味しそうですねケーキもショーケースに各種ありますこの時、伺った時間はもう4時半を過ぎていたんですけれどもランチセット注文することができましたもしかしたら終日大丈夫なのかもしれないですね ビジュさんの鉄板ナポリタンはよく雑誌などにも取り上げられていて知ってる方も多いと思うんですけれども私もずっと食べてみたくてなかなか食べに来れなかったのでやっと食べれて嬉しいです。では、いただきます。まずは3本あるソーセージからいってみたいと思います。このパスタの時に つくスプーンというのは本場ではなんかないって聞いたこともあるような気がするんですけどどうなんでしょうかねでもこういう感じでぎっしりお皿にスパゲッティが乗ってて巻くスペースがないところだとスプーンがあった方が絶対に巻きやすいので私はあると嬉しいなって思います味は 昔ながらのナポリタンの甘くて優しいお味にさっき最初からハバネロソースをかけちゃったんですけれども後からハバネロソースをかけて味変していくのがいいのかなとも思いました具はトマトやピーマンそして玉ねぎといった定番なものでただトマトをこうやってプチトマトできれいに彩りに。 加えられてるのが見た目にも綺麗ですねそしていつどのタイミングでしたの薄焼き卵をどうやって食べようか考えながら巻き巻きしています卵にチャレンジしてますけどちょっと失敗しているようです そして、サラダ。こちらのポテトサラダもすごい美味しかったですこちらの大好物のキャロットラペも人参だけじゃなくていろんな具材が使われていてすす。ごく美味しいですそして隣のこちらピクルスなんですがきゅうりにかぶパプリカ 優しいお味ですねこのサラダのセットすごいおすすめなのでもしできたらサラダも一緒に食べられることをおすすめいたします。ナポリタンはというとやはり上のナポリタンの方から食べ進めていってまだ卵はそのままお皿になっている状態です。 そしてドリンクはバナナジュースを選びましたちゃんとバナナが今脇に乗ってるの見えましたそうこれですこれすごいほんのり優しい甘さのねあの食べ物の味を邪魔しないちょうどいいバナナジュースでめっちゃくちゃ美味しいです何かというとバナナジュース頼んでしまうミニコでした でセットドリンクとしては普通にコーヒー紅茶アイスカフェオレなどもありますプラス100円でチャイここはロイヤルミルクティーと各種ホットアイスもあります卵はこんな感じで、まあ、このままパクまあ本当はパスタと一緒に食べた方がいいのかもしれないけど まあ不器用なのでこんな感じで食べておりますごちそうさまでした美味しくいただきましたフォーラムさんの映画は割と好きなものが多いです次は雨の中北目町にやってきました北目町にあるイオンエクスプレスさんを通り過ぎたこちらの駐車場を 入っていきます,すすりカフェさんはハーブやスパイスをテーマに普段の料理の中にハーブやスパイスをちょい足ししてお作りしておりますということです。そして イベントなども多く開かれているようでしたのでそちらホームページですとかあとはインスタに営業予定カレンダーなどもあるようなので参考にしてみてくださいこの日のランチはなんとどちらも売り切れてしまったということなので代わりに唐揚げできますがということで唐揚げ大好きなので唐揚げでお願いしました。 麺以外の副菜はメニューに載っている通りです。といってもメニュー小さい字なので、補足しながら見ていきたいと思います。こちらは端っこ野菜のスープ。野菜も切れ端まで無駄にせず、旨味たっぷりのたくさんの野菜が入ったスープです。ご飯は三直ポンポコさんの一目惚れと、 岩手県一ノ関の松冠商店さんの雑穀を混ぜたヘルシーで美味しいご飯です。そしてこちらが唐揚げ。すごいめちゃくちゃ熱々揚げたてで、すごい美味しかったです。糸唐辛子がまたいいですよね。すんごい熱くて、この後カットしております。<laughs> そしてこちらが、ちゃんと見せておりませんが、 人参ラペですねこちらは千切りした人参と珍しいほうずきのジャムレモン汁、ひまわり油などを和えてラペにしましたということですひまわり油珍しいですよねだからすごい優しい味で初めて食べるようなラペでした この2個目の唐揚げもまだまだ熱々でした舌やけどするかと思ったでもめっちゃ美味しいですねでこちらがこちらは山形県上山市アルコアーナ農園さんの春菊と宮城県産のほうれん草をさっと茹でもめん豆腐と 白白ししなどで白えにしましたということですこちらのきんぴらは千切りしたレンコンとアク抜きしたこんにゃくを炒めたっぷりのごまと中華風のスパイスを加えてきんぴらにしましたということです。こちらは山形県大江町橋本農園産のひで豆を茹でオリジナルのピクルス液に漬け込みました。 そしてつるりん牛乳寒天はさっぱりつるんとした喉越しの美味しい特製牛乳寒天ですということですごちそうさまでした美味しくいただきました真ん中につづりカフェさんの焼き印があるオリジナルですねさて次は一番町買い物公園のアーケードに来ています ジャムカフェさんのインスタでこちらのランチを見つけて終日いただけるということなので絶対に食べてみたいなと思ってきましたジャムカフェさんには数年ぶりにお伺いするので内装も変わっているようなので楽しみですこちらがジャムカフェさんの店内になります こちらの端っこの席か窓際の席かですごい悩みました男の方だと気を遅れする方もいらっしゃるかもなんですけど男性のお一人様もいらしてたのでちょっとくつろぎたい時にいいかなと思いますメニューはもちろんこれ以外にもドリンクメニューやデザートメニューたくさんありますそしてこちらがセットのスープになりますコンソメスープの優しい味でした これが食べたたくててやってきましたカフェ飯って言うとなんかこうサンドイッチとかそういうの思い浮かべる方も多いと思うんですけれども私は昔からカフェのご飯がすごい好きでカフェのこういうパンよりご飯がめっちゃ好きですでこの炙りトントロも何枚も入っているので結構ボリュームありますこちらはお店の紹介としては自家製のナムル と塩コショウをして炙ったトントロと合わせてコチュジャンを加えて温玉を崩しながらお召し上がりくださいという方です。コチュジャンこうして最初はちょっと控えめに恐る恐るこうして混ぜていくんですけど、だん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 たくさん混ぜていくようになります。 そしてこのナムルが本当すごいおいしくて焼肉屋さんもびっくり <laughs> ご彙力ない <laughs> えと焼肉屋さんも目をまん丸くするまあいいやそしてこのトントロこのトントロもすっごいおいしいんですよ炙りトントロでなんか肉汁じわって感じですね 確かにお皿だとちょこっと混ぜにくいけどでもまあこれはやっぱりカフェなのでねお皿で可愛らしくいただきたいと思いますそしてこちらのジャムカフェさんでは完全キャッシュレスでの決済のみになっておりますので現金は使用できないので行かれる際はそのところご注意くださいすごい画期的ですよね 現金さえ使えないので、まあちょっとでも使えるとお釣りの準備とか、お店さんいろいろ大変になってくると思うので、これからはそういう時代になってくるのかもですね。と言いつつ、混ぜ混ぜしながら食べていきたいと思います。これ絶対おすすめです。もうまた食べに行きたいですね。ごちそうさまでした。 美味しくいただきました最後までご視聴いただきありがとうございましたよかったらチャンネル登録高評価コメントなどお待ちしております